皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切弘でございます。本日の内容は7月のお気に入りです。もう7月もたくさん素敵な商品に出会いました。7月と言いますと、もう初夏、真夏の気候、もうとにかく暑かったですよね。そんな時にですね、本当にお気に入りで使わせていただいたスキンケア、そしてメイクアップ製品、今からご紹介したいと思います。それではスタート。まずはこちら、アヌアレチノール 0.1 カフェインリバイタライジングアイクリームでございます。大容量タイプの 30g なんですけれども、もうこのアイクリームも最強という感じでね、こちらね、クマ改善をしてくれる素晴らしいアイクリームなんですよ。レチノールが配合されてるんですけれども、敏感になってる目元にも使えるアイクリームなんですね。目元の乾燥、小じわによるですね、エイジングサインをフォローするためにとっても大切な3種類の成分があります。まずはレチノール、そしてナイアシンアミド、そしてカフェイン。この3種の成分がですね、目元のでエイジングサインをしっかりフォローしてくれます。そして、なんといってもですね、珍しくカフェインが配合されてるんですね。カフェインというのは血行促進しながらも、クマを改善するという効果があります。そして、なんといってもレチノールとナイアシンアミド。この2つの成分が目元の小じわを改善しながらも、ピーンと張ったようなね、この若々しい目元に仕上がってくれるという素晴らしいアイクリームでした。私にとってはですね、年齢的にアイクリームを絶対欠かせない世代なんですけれども、そんな中でも比較的軽いテクスチャーということ、そして低価格帯でありながらも、しっかりと効果を発揮しながらも大容量タイプ。もうこれはですね、私、7月だけではなく8月も使いたいなと思っております。これですね、実際に私のやり方なんですけれども、このアイクリームですね、ちょっと容量が多いということと伸びが良く、そして馴染みがいいということで、目元だけではなく、やはりですね、このね、ほうれい線、そして首のシワ、そして私はですね、この手のここの指のシワ、この部分にも、こちらのアイクリームを使っておりました。私は年齢なりにですね、この手のシワがですね、結構目立ちやすくなってきましたので、なのでそんな時にこのレチノール 0.1 アイクリームがですね、本当に今回役に立ったということで、これ本当に皆さんで、ね、使っていただきたいなと思って、今回1番目にご紹介させていただきました。そして次にこちらでございます。こちら3のハイパフォーマンスクリームモイスチャーグローでございます。もうこれですね、最強なんですよ。もう夏場というのはですね、まず肌はやはり涼やかに軽やかに、そしてベースメイクは薄くっていうのがもう絶対条件になってきますよね。やはりファンデーションで仕上げた肌も素敵なんですけれども、極力肌を軽くしたいなっていう日ありますよね。そんな時にはこの3のね、この下地なんですけれども、あの3で激売れしてるシマリンググローデューありますよね。あのね、アイテムから着想を得て作られたティンテッドクリームになります。本当にこれですね、ベースにしていただいてももちろんいいんですけれど、ちょっと薄付きタイプになりますので、これだけだとですね、若干ですね、物足りないなっていう感じがするんですけれども、素肌がそのまま本当に綺麗に見えるというベースになります。これ何がすごいかって、日焼け止め効果と下地とでファンデーションを兼ね備えているタイプになります。 お色がね、4種類あるんですけれども、こちらはシックビートっていうカラーになります。これね、ちょっとイエローがかったオレンジなんですけれども、本当にこの色がですね、私の肌をヘルシーに見せてくれるということで、これはですね、もうベースに必ず毎朝つけておりました。色味というのはそんなに出ないんですけれども、見てください、私のですね、この褐色の肌がですね、すっごくヘルシーに見えるんですよ。ティンテッドグローになりますので、しっかりティント、定着力が高いタイプのツヤベースになります。ツヤといってもですね、時間の経過でテラテラになりやすいものあると思うんですが、この3のベースはですね、時間の経過もいい感じにね、このツンとした感じをキープできるんですよ。そう、比較的色がしっかり出るタイプではないので、ブルーベースの方にお使いいただいてもちゃんと馴染んでくれるタイプになりますので、ぜひぜひこれもね、チェックしていただきたいと思います。そして次にこちらでございます。セザンヌのブレピタライナーでございます。お色はね、こちら、10番のなじみブラックというカラーなんですけれども、本当に名の通りブレずにビタッとライナーが引けるという製品になっております。そしてお色がなじみブラックということで、黒なんですけれども、すごくなじみがいいんですよ。見ていただきますと、筆先がですね、とってもあの繊細で細く、そして短いんですね。短いということがどういうことかと言いますと、テンションがちゃんとかかりながらもピタッとこのブレずにかけるというのが特徴になっております。よくご覧いただきますとね、若干焦げ茶っぽい感じのカラーではあるんですけれども、これね、この目元にのせていただきますと黒っぽく見えるんですよ。茶
茶色ではなく黒っぽいけど、よく見ると茶色っぽいっていうところのですね、なんとなくのこのニュアンス、これわかりますでしょうか。これはですね、本当に私これメイクボックスに追加したということで今回選ばせていただいたんですが、スーッとアイラインに引いていただいてもいいんですけれども、これ下まつげメイク、最近ですね涙袋描いたり下まつげ描きますでしょう。その下まつげをですねチュン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 って描いていただくにもすっごい描きやすいライダーだなと思ってね、これかなり重宝しております。そしてなんといってもですね、嬉しい耐久性がありまして、そう、汗、水、皮脂にとても強く、そしてこすってもですねなかなか落ちないというタイプになっております。スマッチプルーフになっておりますので、本当にこの夏の暑い季節にかなり重宝しますよ。そしてお湯でオフができるという、まあこれご丁寧、本当に全ての欲しい要素をね兼ね備えている素晴らしいリキッドライナーですので、これね夏の間中使っていいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。そして次にこちら、フジコの眉ティント SVR でございます。お色はね101番のグレーブラウンでございます。もう本当にこの色待ってたよっていう感じでございますでしょう。そう、私ですね実はフジコの眉ティント大好きなんですけれども、フジコの眉ティントって3色展開だったんですけれども、正直ですね私の主観でございます、ちょっとね定着が薄い、そう、お色が薄かったのでもうちょっと濃いの欲しいなって思っていた矢先、このグレーブラウンという濃いカラーが登場いたしました。濃いといってもですねしっかり濃さが出るというよりは、うっすら染まるんだけれども今までのものよりも若干お色が濃いというタイプで、もうこれ色味はまず抜群に良かったっていうことと、フジコのマイティント自体は私もう去年からずっと使わせていただいていて、私の顔にも絶対必要なものだったんですが、もう引き続きで今回ですねこのカラーが出た時にもうこれは最高ということで、もうこれストックで私ね今ゲットさせていただいております。ティントって言いますとね染まりますけれども、染まったものはですね肌のターンオーバーの周期とともにどんどん古い角質になってね取れていきますので、徐々に薄くなるものになります。安心してね使えるタイプになりますので、ぜひね眉毛が取れて困ってる方、眉毛がなかなかね長時間キープできないよっていう方、そんな方におすすめでございますので、チェックしていただきたいと思います。そして次にこちらでございます、マックのグロープレイクッショニーブラッシュでございます。もうこのチーク大好きっていう感じで、もうマジで本当にこのチーク私大好きなんですけれども、そう、これねよくご覧いただきますとね、ちょっとピンクっぽい、ちょっとラベンダーっぽい、少しパープル味を含んだね、ピンクになります。そう、これは実際ですねこうやってつけていただきますとニュアンスピンクになりますので、ふわーっと温かさが欲しいとき、ふわーっと母性本能欲しいとき、そんなときにはもうトータリーシンクトといってね、これベースにつけておいていただきますといつまでも優しい人に見えるんですね。もう本当にこれ私7月だけではなくちょっと一生使うんじゃないかなと思うぐらい大好きなチークでございます。そしてこれ触っていただきますと分かる通りです、ふわふわのねお餅みたいなテクスチャーなんですよ。これ分かります、お正月の米つきございますでしょ、パンパンパンってやるあの感じ分かります、あーつきたての美味しいお餅でございますでしょって感じのね、そんな感じのチークなんですけれども、なんといってもビタミン E ホホバオイルにグレープシードオイルが配合されていることでしっとりしてくれるんですよ。そしてしっとりしてるからピタッとくっついてお肌に馴染んでくれる、いやこれは本当に優秀なチークとしてね、7月だけじゃなくて本当にまたこれずっと使い続けようかなと思っております。そして塗ってみるとふわーっと柔らか温かい印象、そしてなんといってもですねムラつきしにくい、そしてブラシでも指でも簡単につけれるタイプということでね、これは重宝いたしますよ。そして私なんかはねこういったものはですねついでにこの口周り、口のフレームに使うんですよ。そう、リップ直接ではなくリップのフレーム使ってあげるとね、なんかふわっとなってくれるんですね。これは比較的、ブルーベースの方にお似合いになるカラーではあるんですけれども、私のような着ぐすみしたような肌、そしてこのねトーンダウンしたくすんだ肌、こういった方にでもちゃんと馴染んでくれるんですよ。これは本当に私7月もずっとこれからも使い続けようかなと思ってるチークですので、このシリーズ本当に私ね大好きなので、皆様もねチェックしていただきたいと思います。そして次にこちらでございます、リップシュウエムラのキヌケアヌード PK347 でございます。もうこのキヌケアヌードすごいのよ、スティックタイプなのにまるで美容液を塗ってるかのようなね、しっとり感と潤い感と美容液効果、そう、これをですねしっかりと再現することができるこういったリップなんですよ。
ちょっと赤みを含んだピンクという感じで血色の強いピンクになります。そう、これですね、これジェンダー関係なくこのカラーが本当にいいなと思って今回選ばせていただいたんですが、私なんかはですね、時間の経過で木くすみが強く、そして血色感がなくなることによってちょっとだけ疲れた印象になりやすい肌なんですよ。そんな時にですね、 PK347 番のピンクマシュマロというカラー、これですね、ベースにねちょっとつけるだけで一気にね、なんかこう蘇った感じがするんですよ。これね、おしゃれとしてももちろんいいんですけれども、私にとってはですね、本当に夕方の救世主、もうお肌が疲れて本当に疲れてるって思われてしまわないように、お肌の皮脂を取ってこのリップをささっと塗るだけ、一気に健康的に綺麗に見えるんですよ。ちょっと簡単に塗りますね。これフリーハンドで鏡なしでいきます。鏡水に変えて真ん中だけガーって塗っていただいて、いかがでしょうか。すっごい健康的じゃない。今日はチークもアイシャドウもつけてないんですけれども、今リップを刺した瞬間にですね、見て、すっごく生き生きして見えますよね。このこびないピンク、これがですね、かなり好印象になるなということで今回ね、選ばせていただきました。鏡を見なくても簡単に塗れて、簡単に馴染んで、けれどもいい感じにおしゃれ感も出る。いや、このいい塩梅をついてきたこのシュエムラのこのリップはですね、本当に今回ちょっと一回チェックしていただきたいなと思うのと、これまたね、他のオイルも私ちょっと他のカラーバリエで揃えようかなと思ってるアイテムでございます。そして次はこちらでございます。クレドポーボーテのタンプードルエクラ2でございます。もうこれ皆さん見た瞬間に欲しいと思ったでしょ。パウダリーファンデーションなんですよ。なんですけれども、乗せていただきますと、もうね、トリートメント効果素晴らしいです。もうパウダリーファンデーションなんですけれども、このメイクアップ製品としてというよりは、もうトリートメント効果、美容液効果がとても高いパウダリーファンデーションになりますので、まとって綺麗なんですけれども、やはりつけてる間中肌がどんどん綺麗になってくるんですね。カバー力はしっかりあるタイプではなく、ふわっとね、柔らかいフォギーな質感と、そして若干ですね、カバー力は薄いタイプになります。これ実はですね、私よくやるのがですね、ファンデーションオンファンデーション、もしくはですね、下地に BB クリーム、CC クリームをお使いいただきたいんですね。上からさらにパウダリーファンデーションをフェイスパウダー代わりに使うような感じでこちら重宝しております。付属のブラシも見てください。これね、触っていただくと、これ付属のブラシですかっていうぐらいのクオリティなんですよ。さーっとこのように伸ばしてね、さーっとね、滑らせてつけることもできれば、このね、表面がパツッとなってることによって、こちらのパウダーシャープファンデーションつけていただいたら、小鼻のこの横ってさ、毛穴あるじゃない。そして小鼻自体にも毛穴があるじゃない。その部分にですね、これをトン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 ってタッピングするんですよ。このタッピングすると毛穴がツルンとなってくれる素晴らしいブラシがついてます。これですね、私こと度肝抜かれましたよ。徐々にカバーをするタイプになりますので、塩梅よくパーフェクトな肌に仕上げることができるんですね。そしてそんなにカバーをしないタイプになりますので、私はですね、ベースにファンデーションかコンシーラーを使った後にですね、ワンランク上の肌に作りたいときは、これをですね、一ベルふわーっとかけるんですよ。そこからフェイスパウダーをつけたりするとですね、本当に完璧な肌になります。全体にかけなくともですね、私の場合で言いますね、頬の部分にですね、ニキビ跡があるんですね。ファンデーションかコンシーラーでここら辺をですね、薄くカバーした後に、こちらのパウダリーファンデーションをこのカバーしたいところだけにですね、これふわーっとのせるんですよ。そこからフェイスパウダーをふわーっとかけてあげると、本当に薄付きでね、綺麗な肌に仕上がります。そう、アイシャドウをつける際にですね、ブラシで薄くつけてみて、その上からお好みのね、つけたいアイシャドウ、この色を発色させたいっていうアイシャドウをつけてみてください。ちゃんと綺麗に美しく発色してくれます。これまたずっと使いたいって思わせるですね、素晴らしいパウダーファンデーションに出会ってしまいましたので、もう気になってる方はですね、一回チェックして、そして店頭に行きましたらね、まあ手の甲でも何でもよろしいです、一回試してほしいんですよ。もう本当にブラシのふわふわ感とね、このブラシ欲しいなんて思わせる素晴らしいクオリティになっておりますのでね、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。そして次はこちら、カネボーのムードブースティングブラッシュ03番でございますわよ。これは本当に今年の夏買いでございます。というのはですね、見てこの2色のね、相反するカラー、これセットされてますでしょ。別々使ってもよろしいんですよ。けれどもこれミックスして新しいカラーを作り出すという素晴らしいチークなんですよ。
単体で使っていただきますとね、このローズウッドのカラー、少しね、ローズがかったオレンジみたいな感じのニュアンスとね、とてもシックな、本当に夏の太陽の日差しに相性のいいカラーになっております。これに対してね、こちらがですね、ちょっとラベンダーのハイライター。この全然正直合わないカラーなんですね。本来はこれミックスしてしまったら本来いけないカラーなんですよ。なのにこれミックスしますとですね、濁らずに、新しい第3のカラーができるという素晴らしいチークなんですよ。これ自分の肌にのせますと人と被らない違う色になるんですよ。自分の肌色の上にこの2色のカラーがミックスされたものがいい感じ、自分の肌が透けていい感じに新しいカラーになるんですよ。これは本当に優秀というか新しい概念だなということで、今回本当に新しいチークを探しているという方にはとってもおすすめのチークでございます。1色ずつ単体で使っていただいてもいいんですけれども、私はぜひねこれ皆さん2色ミックスで使っていただきたいんですよ。これ2色ミックスしてわーっとすっごいんですよこれ。そうこれね年齢関係ないんですよ、わかります？ファーッと真ん中に入れるとね、ちょっと少女のようなあどけない感じって思う方いらっしゃると思うんですけど、それでよろしい。あどけない印象、若々しい印象、これアッパー世代の方、私40超えておりますけれども全然やって OK。 ちょっとこの感じがですね、聡明な感じがしてね、夏のこの太陽の日差しとね、聡明な感じと今年らしい感じがね、本当にたった一つのチークで演出できるなと思って、これは本当に皆さんね一回使っていただきたいと思いますよ。相反するね、この銅と青、これが一緒になっていてミックスすることによって新しさが出るんですよ。これは本当に、今年の代表するようなチークとして、私ね本当にこれもしかしたらちょっとベスコス入れるかもしれないっていう感じの予想をしているチークでございます。普段使ってるチークとベースに使ってもいいカラーになりますので、ぜひぜひチェック出してみてください。続きましてこちら、ローラメルシェのキャビアリップライナーでございます。鉛筆型、もうね私本当に鉛筆型が正直一番好きでございます。繰り出し式もね本当に優秀なのいっぱいあるんですけれども、結果リップライナーとしての役目を果たすためにはですね、やっぱり鉛筆型が一番いいかなと思って、というのはですね、一番いいなって言ってるのは7月だから。そう、冬場になりますともうちょっとしっとりしてるタイプでももちろんいいと思うんですけれども、私はこの夏場の季節7月8月あたりはですね、やはり鉛筆型のリップライナーが一番いいかなと思っております。鉛筆型のこういったリップライナーって芯が硬くていいって言われてますよね。そう、しかしこのローラメルシェのこちらのリップライナーですね、ここのね芯の部分がリップクリームみたいなんですよ。ペンシルとしての役目をしっかりとこうやってね果たしてくれるんですけれども、なんかねリップクリームみたいなんですよ。すごくない？これリップライナーの進化を感じましたよ。しっとりリップクリームのようなテクスチャーでありながら、しっかりとフィットしながらエッジが効かせられる。これはですね、なんでしっとりしてるかっていうのはですね、実はこれヒアルロン酸とグレープシードオイルが配合されておりますので、そう、私たちプロのメイクアップアーティストが本当に求めている質感でございます。皆様にとっても本当に、簡単に描きやすく、自分のなりたい唇に描くことができますので、ぜひぜひねこれ使っていただきたいんですよ。私はですねこのねリップライナーをですね、この唇の山、やっぱりここのとこだけにちょっと使ってあげるんですよ。ここに似たものを、この鼻のここのね下の側面、下のこの部分、ここにわーって上にグラデーションするんですよ。突然今っぽい雰囲気になると思いません？素晴らしいヒントを私申し上げました。ということで、ウォームダスティーモーブという名の通りですね、本当にあのモーブ、血色感より若干トーンが低いタイプになっておりますので、まあ、唇をですねちゃんと深みを与えたりとか奥行き感、立体感をもたらしたい時にですね、とにかく重宝いたします。色味もよろし、そして質感もよろし、そして書き心地もよろし、そして初心者の方でもリップライナーが使いやすく、リップ周り周辺にも使えるリップライナーとして、これは本当にリップライナーで唇の形変えるのに、ね、役に立ちますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そして次にこちら、アディクションザアイシャドウパレットプラス009番でございます。あのアディクションの人気のアイシャドウパレットがですね、なんとしっとり質感になって新しく登場いたしました。これね、馴染みがいいのと、さすがアディクションだなという感じで、もうとにかく使いやすく、そして誰でも簡単に立体感とプロが仕上げたかのようなアイメイクに、作ることができます。これね、付属のブラシもまた優秀ということでね、私ねちょっとこのローズカラー、これローズカラーありますでしょ、このローズカラーをですねちょっとまぶたにねふわーっとこれつけちゃいますよ。
あーっと、これテクニックですね、簡単よ、こういう感じで。ほーら、すごいでしょう。そしてね、こちらのカラーはですね、高発色なタイプではないですので、同じブラシでね、これもうこのまま下いっちゃいます。何もふわーっと、なんかとってもセンシュアルな感じだな。素敵じゃな。ねえ、なんと今回ストーリーが素敵なんですよ。18世紀のイタリアの職人たちがさ、刺繍しますでしょ。あの刺繍の美しさからインスパイアされたアイシャドウパレットなんだって。ねえ、今回そのね、あの私テーマを聞いた時になんて素敵なのと思って、私ね、この009番というカラー、これは本当にこれみんなにも使いやすいですし、もちろんこれ私自身実際に使わせていただいておりまして、なんとなくねセンシュアルな印象になるんですよ。このねモダンなタイムレスな使いやすさをそのままに、そして使ってみると質感のアップデートを必ず感じると思います。持ち、そして密着力、そして透明感と輝き、これはですね確実に進化したなというのをですね私自身が感じております。実際に仕事でも何度か使っているんですが、やはりですねこれもテクニックレスです。もう誰でも簡単に、本当に失敗がないんですよ。普段お使いいただいているブラシでももちろんいいですし、こちらの携帯用にはこちらの付属のものを使っていただいても本当に綺麗についてくれますので、今回のアイシャドウコレクションたちはですね本当に素晴らしいなと思ったということと、その中でですね正直選ぶの難しいです。素敵で可愛いカラーがいっぱいありますので、どれにしようけど1個どうしようと思った時、009番選んでみて。これは今季、この夏から秋だけではなく、これねずっと使えるカラーになりますので、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。皆様いかがでしたでしょうか。7月のお気に入り、本当に私のお気に入りだけを、ご紹介させていただきました。一点一点本当に私が実際使わせていただいて役に立った、そして重宝している、これからも使いたいなんていう商品をご紹介させていただきました。何か参考になりましたら嬉しいです。今日の動画がいいと思ってくださった方はいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。そしてサブチャンネル、 TikTok、Instagram、X のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。